こんにちは。町田生まれ町田育ちのソウルシンガーソングライターアイアーシュルです。よろしくお願いします。本日は創業63年の漬物専門店岡田屋さんに行きたいと思います。こちらではですね、こちらにも写真が載ってるんですが、黒ニンニクキムチをいただきたいと思います。私キムチ大好きで、キムチ結構食べるんですけど、黒ニンニクキムチってちょっとなかなか聞いたことなくて、ちょっと楽しみなんですけど、今日はこれをご紹介して皆さんに知ってもらいたいと思います。それでは行ってみましょう。まあ、ちょっとこの黒ニンニクの特徴としてはやっぱりあの一球根っていう、うん、はい、分かれてなくて、もう一個丸々こう、まあ本当玉ねぎはね一、うん、つちっちゃくしたようなね、本当ね、そうですよね、かわいい、はい、開けるとこんなになってます。香ばしいですね。意外とね、匂いはね抑えられてはいるんですけど、うん、やっぱりこう開けるとニンニク独特のこう香りっていうのはすごい、でも嫌な香りではない、ね、うん、すごい香ばしい香りですね、うん、ちょっと本当にね食欲をそそるみたいな、そそりますねこれ、うん、やっぱりこの黒ニンニクのキムチを作るにあたって、やっぱりこう苦労されたことというか こだわりっていうのは何かあったりするんですか？美味しいのを作りたいっていう、うん、はい、自分が食べて美味しいと思うものを作りたいっていうところが、うん、はい、まあ、原点になってるのかなと思って、うん、まあ、そういった意味では本当に ね、あの自分でも美味しいものができてるなっていうふうには、はい、こっちも黒ニンニクキムチも皆さん食べていただきたいんですよね。こっちのスタンダードもねぜひ食べていただいて、で味のねとか食べ比べとかもしていただいたら、ね、面白いですよね。ですね、はい、まあ、もともとこちらのベーシックが、うん、あってベースですね、まあ、それに、はい、あの黒ニンニクを、はい、足すことによってベースがグレードアップした感じが、ね、はい、でちょっと甘みも出しつつ辛さもあると、うんうん、いや本当にバランスの取れた本当に美味しい黒ニンニクキムチ、皆さんぜひ食べてみてください。最後に視聴者の皆様に何か PR だったり、こんなとこ食べてっていうような気持ちございましたら。難しいなそれ。まあ、黒ニンニクキムチうち の、ね、あの数ある商品の中でも、ちょっと高い商品にはなってますけども、そんだけのこだわりとあと味と、うん、はい、それ自信を持っておすすめできる商品に仕上がってると思いますんで、うん、はい、で、まあ、個人的にはですね、僕はこのキムチを食べて、で、まあ、半分ぐらい食べた後にですね、まあ、キュウリとか大根とか軽く塩もみして、うん、でちょっと入れてもらって、
まあ、ちょっとキュウリと大根のキムチも味わいつつ、で最後残った液はまあ、炒め物だったり、あと冬場だったら本当もうキムチ鍋みたいな感じで、はい、最後やっぱり液でタレがこだわってますんで、キムチの液が、はい、やっぱ黒ニンニクを使って、もう最後の最後までちょっと味わっていただければなと思いますんで、いやー最高ですね。いやー本当に皆さんぜひぜひこちらの食べ方も今ご説明があったように、ね、オリジナルでそれぞれ皆さんアレンジをして食べてみていただいて、ね、味わっていただけたらと思います、はい、それでは今日はですね、岡田屋さんの八木さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。皆さんぜひ食べてね。